はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回もですね、リクエストがありました、中学社会のね、今度チリになるんですけど、南アメリカと北アメリカね、南北アメリカの、よく出る問題っていうのをね、また作ってみました。で、最初とりあえずね、この一問一答を、これあと何問かね、あるんですけど、とりあえず8問までね、こう書いてるんで、これやって、で、後でね、またね、新しくアップするのでね、とりあえずこれをね、一回こと、問題解きたい人は一時停止して、で、ちょっとね、問題を解いてみてください。はい、では回答解説の方ですね、行っていきたいと思います。で、早速1番ですね。北アメリカ大陸の西部、西側ね、こうアメリカ大陸があったら、北アメリカ大陸ね、あったらこっちの太平洋側ですね、南北に走る山脈を、ロッキー山脈と言いますね。で、アメリカ合衆国の中央部を流れる、同国、これアメリカのことね、同国で最も長い川がミシシッピ川ですよとね、ロッキー山脈とミシシッピ川を覚えておくと。で、2番目。アメリカに多く見られる、世界各国で経済活動を行っている企業のことを、多国籍企業ね。国籍ね。たくさんの国籍がね、ある企業ですよっていうことね。例えばマクドナルドとかね。スポーツメーカーの、ナイキとかね。あんな感じね。世界中にこう、工場があって、で、その、販売してるね、お店とか店舗があってっていうような企業のことですね。で、続いて3番目。アメリカで行われているその土地の自然条件に、最も適した農作物を栽培することを、これね、漢字で書きなさいとかよく出てくるので、適地適作ね、適したところね、土地に適したものを作るということですね。アメリカの土地が広いし、そこそこのね、いろんな気候条件とかね、雨がどのくらい降るかとか、暖かさとかね、そういうのがあるので、そこのね、土地の自然条件に適したものをね、作るよ。それが一番効率よくね、たくさんその農作物を作れるんでね。で、次4番目。アメリカで行われている広大な農場を少ない労働力で経営する大規模な農業を、企業的な農業ね。企業的な農業と言いますよ。日本の場合はね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、小さいこうね、田んぼとかをね、一生懸命こう手入れして、で、お米をね、育てたりするっていうのがね、農家、結構そういう農家が多いんですけど、アメリカの方はそうじゃなくてね、会社みたいに、人をね、何人かね、ちょっと雇って、で、できるだけ少ない人間でね、機械とか、を使って、こう広い、農場を、大規模にね、経営していく、耕作してね、農作物を育てるよ、と、ね。できるだけこうね、少ない、労働力で、効率よくやって、たくさんね、農作物を収穫するっていうふうに、会社みたいな感じで、企業形態で、やってるので、企業的な農業と言います。で、次が、5番。近年アメリカにおいて重要な工業地域となっている北緯37度や、北緯37度より、下の、下っていうか南の地域のことを、サンベルトというふうに言いますよとね。いやそのアメリカの南部の方ですね。もともとね、アメリカって北部の方が工業がね、先に発達してたので、南部の方がね、土地が、結構余ってて、土地も安いし、でね、労働力もね、安くて豊富にいたので、なんで、近年はね、この北緯37度より南の方、南側で、アメリカで、ね、工業が発達しているよと。で、続いて6番。カリフォルニア州のサンフランシスコの郊外にあるコンピューター、半導体関連の、先端技術産業が集中している地域を、シリコンバレーと言いますよ。ね。これはシリコンバレーで、このカリフォルニア州ってところの、サンフランシスコね。企業で言うと例えばFacebook とかね、Google とかね、Amazon とかね、あんな感じのやつが、代表的なね、企業って考えてもらうとよくて、で、このシリコンっていうのがね、この、半導体、このコンピューターとかね、パソコンとかもなんですけど、に使われるこのね、半導体の、材料がね、シリコン。で、それをね、使った産業がたくさんあるね。バレーっていうのは谷ってことなんですけど、地域なので、シリコンバレーというふうに言いますよ。で、続いて7番目。南アメリカ大陸の太平洋側を南北に走る山脈は、アンデス山脈と言いますね。今度さっきはこのロッキー山脈っていうのは北アメリカの太平洋側だったんですけど、今度はね、南アメリカ大陸ね、南の方ね、のアメリカ大陸の、太平洋側をね、南北にこう走っている山脈はアンデス山脈と言いますよ、と。で、同大陸、南アメリカ大陸ね、を流れる、流域面積が世界1位である川は、アマゾン川ですよということで、流域面積っていうのは例えばね、こう川がこ
こんな風に流れてて、でここがまあ、ね、海だとした時に流域面積っていうのはこの川の周り、例えばこう雨が降った時に雨が降ってその雨水がこう川にねこう流れ込んでてますよね。で結局この地域的に言えば、例えばこの今赤で囲んだここの地域に降った雨っていうのが、このね川に流れてきた場合、この赤で囲ったここの部分が、流域面積になりますよとね。だからそこの、土地に降った雨がこう川に流れ込んでくるね、その面積が、流域面積ですよとね。でその流域面積が世界一なのが、このね南アメリカ、まあ、ブラジルとかがね流れてるアマゾン川になりますと。で続いて8番、南アメリカに多い先住民と白人の混血した人ね、混血者のことを、メスチソ、メスチソというふうに言いますよ。まあ北アメリカね、北アメリカの場合はヨーロッパからねやってきた人たちがどんどんね植民地にしていって、まあネイティブアメリカね、先住民の人たちをどん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 ね西の方に追いやっていったんですけれども、南アメリカの方はね、まあ主にこのスペイン人とかね、がやってきて、でそのね、やってきた人たちは、まあ、そのどちらかというと追い払うっていうよりもこのね元々住んでいた人たちとの間にねずっとこうね混血していった、ね、血が混じっていって、でまあ大多数のね人たちが今ねメスチソって言って、まあ、この白人と先住民のね混血の人が多いですよと、まあ、南アメリカの方はね、うん、ですね。でまあちょっとあと一問一答がね何問かあるので、ちょっとね次の動画でね引き続きねアップしていきたいと思います。はい、では残りのね一問一答と記述問題の方ですねをやっていきたいと思います。まあ一回ねちょっとね解きたい人はここでね一時停止をしてください。はい、ではですね回答とね解説の方を続けてねやっていきたいと思います。9番、サトウキビやトウモロコシなどから作られる、アルコール燃料のことをこれバイオエタノールと言いますね。バイオエタノール、まあこれ主にねブラジルなんかで作られてますよと。で続いて10番ね、ブラジルなど南アメリカに移住した日本人の子孫のことを、これ日系人というふうに言いますね。日系人で、まあね明治時代とかね、日本はすごいこうね、たくさんこう子供が生まれて人口が増えたんですけれども、まあね農地とかが足りなかったので、で南アメリカってねたくさんこう耕されてないね、まあ、未開の土地があったので、まあ、そういうところにね、まあ、国を挙げて、日本人をね、こう、海外に送り込んだと。で、まあ、そこでね、頑張って、そのね、未開の土地を開墾した、そのね、日本人の子孫のことね。だから、まあ、実際はね、その日本人の血を引いてるけど、まあね、日本語は喋れないっていうね、そういう人たちのことを、まあ、日系人というふうに言いますよ、と。次、11番。南アメリカの多くの国々の公用語。まあ、使われている言葉ですね。話されている言葉は、これ、スペイン語です。スペイン語。ね。まあ、なんでかっていうと、南アメリカっていうのは、もともとね、大多数が、スペインの植民地になってたので、スペイン語が話されます。ただ、注意がね、一つ必要なのが、だけど、ブラジルだけ、ね。ブラジルだけは公用語がね、スペイン語じゃなくて、ポルトガル語なので、ですね、だからブラジルだけはポルトガルの植民地になったとね。で他はみんなねスペインが植民地にしてたので、スペイン語になりますね。だからブラジルだけちょっと公用語がねポルトガル語で、あとはねほとんどの南アメリカの国はスペイン語だっていうのをねちょっと頭に入れておいてください。はい、ですね、そしてこれはちょっとね記述問題の方で、これ、ほんとよく出てますね。ヒスパニックとは、どのような人々か説明しましょうとね。ヒスパニックとはどのような人々か説明しましょうっていうので、まずどこから来たかっていうと、まあ、南アメリカとか、中部のアメリカですね。まあ、メキシコとかね。そういうふうに合わせて、中南米ね。まあ、メキシコから南アメリカの方に向けての、かけての、中南米ね。から、アメリカ合衆国に移住してきた、何語を話す人々かというと、まあ、これさっき言った通りですね。南アメリカの、ほとんどの国ね。まあ、これ中部もそうです。だから、メキシコもスペイン語が公用語になります。なので、何語を話す人々かというと、スペイン語。ね、ス
スペイン語を話す人々、これは本当によくね、記述問題とかで出てくるのでね、中南米からアメリカにやってきた、ね、移り住んできた、スペイン語を話す人々、ね、覚えておいてください。で、続いて2番目、アメリカの農業の特徴、まあ、これはね、よく聞かれるところで、まず、なんとかを使い、少ないなんとかで、なんとかな農場を経営する農業ということで、ですね、まず、何を使うかというと、これ、まあ、大型の機械ね。大型の、ちょっと入らない。大型の機械、まあ大型の農業機械とかでもいいですね。大型の機械、大型の農業機械を使いね、で機械とかを使って、何を少なくするかというと、働く人、つまり労働力ね、労働力を少なくして、その少ない労働力で、まあ、どんなね農場かというと、まあ日本と違って土地がね広いので、広い、要するに広大な農場をね、経営する農業というね、特徴がありますね。だからポイントはね、あ、これ労働力ってこれ、青で書いちゃったね。すいませんね。労働力ね。だから、まあ、アメリカの農業っていうのは、とにかくこうね、規模が大きいとね、広いところをね、工作します。で、それを、ね、できるだけ人を、ね、人手をかけない、人手をかけるとそれだけ人件費がかかるので、少ない人でね、労働力で、その代わりじゃ何を使うかというと、まあ、大型の機械とかね、まあ、農薬とか肥料とかをね、大量に使って、で効率よくね、たくさんのものを収穫する、ね、そういう風な農業をしますよという感じですね。であとですね、今回ちょっとこの一問一答とか記述問題で、ちょっと紹介できなかったんですけど、アメリカの農業ね、例えば南部の方は綿花を作ってて、五大湖ね、5つの大きな湖の周辺では酪農が行われているとかね。で、こう、北の方、ちょうどね、アメリカの真ん中の北の方と中部の方では、小麦が作られているとかね、そういうちょっとアメリカの農業の分布ですね、に関するところと、あと南アメリカの、カンポ、パンパ、セルバ。カンポ、パンパ、セルバね。まあ、これのね、場所とね、まあ、どういう特徴があるのかっていうね、これを覚える語呂合わせのね、動画をそれぞれ、ちょっとね、下の概要欄の方にリンク貼っとくので、まあ、そちらの方もね、合わせて見てもらうといいかなと思います。はい。ではね、今回これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。